これだけでもどうですか？ここ今開いてあげたら手、あれ？なんか動かしやすくなっているっていう方多いと思います。で、これで比較してみて良くなったとか動かしやすくなったっていうのであれば、あなたはこのエクササイズで治る可能性が大、本当に大です。はい。もう痛み止めも湿布も必要ない。どちらも浮かしちゃってください。よいしょと。はい、こんにちは。シドニーの庄司です。お初の方、はじめまして。オーストラリア、シドニー在住の庄司と申します。よろしくお願いいたします。金髪にしました。はい、今日のテーマは指ですね。指が痛い、治そうぜ動画になっております。指の問題っていうとヘバーデン結節とかブシャール結節、あと親指の CM 関節症、ドゲルバン、 TFCC 損傷、あとはバネ指とかですね。どれも手の指が変形したり痛かったり手に力が入らなかったりする疾病のことですね。こういった問題の治し方を今日はご紹介したいと思います。でですね、今日の動画の構成は2部に分けております。前半の方では治すための考え方をご紹介する理論編で、後半に具体的に自分でできるストレッチだとかエクササイズをご紹介させていただく実践編ですね。こういう2部構成になっております。多少長くなるかもしれないですけれども、もうめちゃめちゃに有益な情報をぎゅーっと詰めてご紹介いたしますので、ぜひ最後までご覧になってください。よろしくお願いいたします。ではまず理論編ですね。僕も治療院をやっているから、指の変形だとか指の問題で来られる患者様結構いられるんですね。で、そんな方全員に共通する特徴があって、それは症状が重いことなんですよ。はい、もう症状が一番辛いのは指かもしれないんですけれども、その他にもいっぱいあって、肩こりを持っているとか、首のこりを長年持っているとか、頭痛がある、腰痛がある、股関節が痛い、膝関節が痛いとか、もうそういった感じで問題をいっぱい抱えられている方が指の問題を訴えられるんですよ。あなたもそうかもしれないですね。はい、もう僕の経験上、他に症状が全くなくって指だけが痛くて困っているんだよなっていう方、会ったことないんですよ。なので、そんな人たちの体の歪み方とか筋肉の不健康度、半端ないんですね。だからこれは残念ながら時間はかかってしまうんですよ。治すためには時間はかかります。はい、ただしですよ、やってもらえれば必ず楽になる。コツ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 といって治っていくような問題なんで、期待はしすぎないように、そんな感じで時間はかかる、それだけは覚悟しておいてくだされば、あなたの指の問題は必ず楽になりますんで、はい、希望を持って頑張っていってください。で、治すための考え方として、もう一番大事なのは、その場痛いところだけを見ても治らないっていうことなんですよ。はい、もしかしたらこの動画を見てくださっている方も、指の問題、あ、じゃあこういうような、どうこうするようなストレッチだとかエクササイズを期待しているのかもしれないですが、それではありません。そういった対処療法的なことをしたって、症状は必ず後からぶり返すんですよ。そういった場当たり的な治療をしたところで、問題は根本的かつ長期的には解決しないんですね。はい、もう症状が出ている場所だけを見ても絶対に根本的には治らない。これは海外で体一つで家を建てた僕は言い切ります。はい、もう確実です。実際に僕の施術もほとんど指には触らないんですよ。痛い箇所には触らないんですよ。だけれども大半の患者様が改善された、改善している事実があるんですね。なんで今日もこれからストレッチを後でご紹介させてもらいますけれども、指だけをストレッチするようなことはしないです。はい、問題を起こしている真犯人をやっつけるようなストレッチをご紹介させてもらいます。ねえ、もう体って全身つながっていますからね。スパイダーマンの全身スーツみたいな感じ。はい、イメージそんな感じです。こっちがこういう風に引っ張ればこちら側が痛くなるし、こちら側がこういう風に引っ張ればこちらが痛くなるし、そんなイメージですね。全身つながっている、引っ張り合っている、影響し合っていると。ならば痛みが起きている箇所は結果に過ぎないんですよ。原因をやっつけましょうよと。はい、こんな感じですね。もう全身を調整しないと治らないということを長々とお話しさせていただきました。これで理論編終了になります。では実践編やっていきましょう。今日ご紹介するエクササイズは3つだけです。必要なものは壁だけですね。はい、順番にやっていきましょう。はい、まずは胸のストレッチを行いましょうか。
ちょっとだけ広めの壁をご用意していただいて、痛い側、指の関節、もしあなたが右手が痛いとしたら右手側を出してもらって、こんな感じ、手のひらは上、そしてここからほんの少し上げる、ここの角度は120度ぐらいが理想だと思います。そして壁に手をつけていきたいんですが、この小指側ですね、チョップだとか肘の内側、ここ全体を壁にペタッとくっつけます。こんな感じ、はい、壁にめっちゃ近づいてます。そしてそこから左方向を向く、左方向を向くと、足動かしてもいいですからね、足を動かしてもいいから、体をグイ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 と左方向にねじっていくんですよ。そう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 、そうするとおそらくこの辺だとかこの辺ビーンって伸ばされているのを感じると思います。もうそれがあなたが使いすぎていて筋肉が短くなっている証拠なんですよ。そこが短くなっていろいろ問題を起こしているんですよ。はいはいはい、そう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 、こいつらが悪いやつ、犯人です。はい、なんで犯人を懲らしめていきますよ。はい、もう一回さっきの体勢をとって、次ですね、右足がちょっとだけ今前に出ています。映ってないですね。右足がちょっと、痛い側の足が少し前で、反対側の足がちょっと後ろですね。こういうポジションです。で、右足の小指壁につけましょうか。右足の小指を壁にくっつける。その次、右の腰、お尻の横の骨の出っ張り、大天使ですね、そこも壁にくっつける。はい、次、右の脇腹も壁に近づけていく。そう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 。その次、胸を張る、ちょっとだけ上に持ち上げるような感じ、胸骨ですね、あばらだとか胸の骨を少し上に持ち上げて、そう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 。そうするとさらに胸のストレッチ効いてくる。はい、次、顔、前に出ている人が多いから少し上を見上げましょう。はい、希望に満ちていますよ。はい、そうです、希望に満ちた未来を見据えてあげましょう。何言ってんだ俺は。はい、そんな感じです。少し上を向く。はい、ここで20秒ぐらいホールド。はい、呼吸止めないでね。痛みレベルで言ったら10をマックスとしたら6とか7、痛いぞだけれどもすごく気持ちいいぞっていう痛気もあたりで止めてください。はい、あと5秒。はい、いいでしょう。体を壁の方向に向き直って腕を下ろすと、あー、ジンジンしてる。これだけでもどうですか。ここ今開いてあげたら手、あれ、なんか動かしやすくなっているっていう方多いと思います。これはもうこちら側ですね、胸だとか腕の筋肉たちが硬くなって指の問題を起こしていたっていうことですね。さらに楽になっていきますよ。はい、次のエクササイズはですね、今ここ固まっていたものをほぐしてあげました。胸の筋肉、腕の筋肉ストレッチさせてあげました。そうすると肩が開きやすくなっているのを感じると思うんですよ。肩がこういうふうに巻き肩っていうんですかね、肩が前に巻き込んでいたものをさっきのストレッチで胸が開きやすくなりました。さらにこの状態を維持しやすいようなエクササイズをご紹介します。これは立って行いますね。普通に立った状態で腕全体を外に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 ねじるんですよ。そう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 。腕、肘まっすぐにした状態で手のひら正面、手のひら横、手のひら後ろ、そう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 、小指が両方の横を向くような感じです。はい、これをした時に今最大に胸が開いている、肩が後ろに行っている、背中側で肩甲骨同士がぐーっと近寄っているのを感じると思うんですよ。これ何をしているかっていうと、この部分、上背部ですよね、この上背部の筋肉をスイッチオンさせているんですよ。というのも、指が辛い人全員に共通する特徴としてこの部分の筋肉が使えない。はい、もうめっちゃ弱いんですよ。テロンテロンテローンってなってるんです。その結果猫背になって、肩が前に行って指だけの作業をせざるを得なくなって指に負担をかけているんですね。
これわかりますかね、もう体全部つながってますからね。ならば弱った上背部の筋肉を筋トレしてあげる必要があるんですよ。それがこのエクササイズです。もう一回いきますよ。腕全体をねじって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 、そうすると腕は若干体の後ろを通ります。はい、ここからあと1ミリでいいから両方の肩甲骨寄せてくる。そう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 。はい、ここで3秒ホールド。1、2、3。はい、リラックス。そう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 。もうこうするだけで胸めっちゃ張りやすいでしょう。あと4回いきましょうか。はい、いきますよ。腕を外旋外旋外旋、外にねじるねじるねじる。はい、肩甲骨同士寄せて、1、2の3。はい、リラックス。はい、あと3回。はい、腕をねじるねじるねじる。そうすると胸を思いっきり張れてきます。1、2、3。はい、リラックス。あと2回。はい、腕をねじってねじってねじって、はい、あと1ミリ肩甲骨同士近寄せて、ぐっと近寄せて、1、2、3。はい、リラックス。はい、最後最後。はい、胸を張って胸を張って胸を張って、腕を外にできるだけ外にねじるねじるねじる。はい、1、2、3。はい、リラックスです。素晴らしい素晴らしい。今皆さん立ってみてください。この状態でさっきと同じように手の検査してもらっていいですか。おそらくあれ痛み減ってるとか、動き良くなってる、ポカポカするっていう方が大半だと思います。すごいっしょ。そう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 。今僕たち手全然触ってないでしょ。だけれども問題を起こしている大元をやっつけてあげたんですよ。その結果楽になるんです。はい、これが正式の考え方です。はい、次は最後の指の問題、撃退ストレッチですね。これは床に腰を下ろしてやりましょうか。はい、皆さんこれはあぐらかいて行いましょうか。普通にこんな感じで腰を下ろしてもらって、まあ、例えばあなたが右手が痛いとしたら右手を出してください。左手だったら左手ね。はい、こんな感じ。そして今から手をぐるぐるぐるっとひっくり返してほしいんですよ。小指方向に180度回転、中指が下を向くような感じ。そう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 。そしてそこから指先、中指の先をピトッと当てます。はい、人差し指の先もピトッと当てます。ここから上半身をちょっとこういうような感じで覆いかぶさるような感じしてほしいんですよ。空いている方の手でこういう感じでつっかえ棒、そして手のひら全体をベターっとくっつけるような感じにしてほしいんです。はい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 、こう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 、そうですよ。はい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 。これね、痛い人がいるかもしれないから、その時は体をさらに上にちょっと乗っかるような感じ。そうするとこっち軽いでしょ、負担かからないから。ここでこっち側のストレッチの強弱をコントロールしてほしいんですね。はい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 、 OK かな。そしてできる方、もうちょっとストレッチを効かせたいよっていう方はですね、体を後ろ方向に持っていくんです。はい、体を後ろに後ろに後ろにやる。そうすればするだけ手のひらだとか、あとこの部分、前腕ですね、前腕のストレッチをギューッと伸ばされているのを感じると思います。はい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 、そう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 。これすごく安全でしょ。前に行けばストレッチが弱くなる、後ろに行けばストレッチが強くなると。なんで自分がストレッチを感じるぐらいのところまで来てください。あ、これ以上行くとやばいな、ちょっと緩めようみたいな感じですね。はい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 。もう全員ね、これ筋肉の硬さとか柔軟性違うんですよ。なので難しいところなんですけどね、ここだけど勝負ですよ。ここめっちゃ大事なところ。OK。はい、こんな感じ。でももうこれ以上行かないぞっていう風になりましたと。ここから行きます。反対側の手を使うんです。反対側の手、人差し指で、今指が曲がっている人多いと思います。ならば、その曲がった指の節を下に押し付けていくんです。はい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 、そう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 。無理は禁物ですよ。またじわーっと押してあげてくださいね。だけれどもそうすることによってさらにその指の筋肉のストレッチを感じると思います。はい、これ地味ですけど何気にめっちゃ効くんですよ。はい、同じように5本の指全部が節が曲がっているとよろしくないので、
まっすぐにしていく、まっすぐにしていく、まっすぐにしていく、まっすぐにしていく。こんな感じ。指が曲がっていったら、まっすぐ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 と。で、最終的には指がまっすぐになった状態で手のひら全部が床にくっついた状態をしてほしいんですよ。OK これ。はい、OK かなこれ。はい、そしてこれを維持して体を後ろに後ろに後ろにやっていく。これ超安全ですね。はい、もうこれ以上いかないぞっていうところで10秒ぐらいホールド。はい、終わりましたね。じゃあ体を上の方に持っていってゆっくりと腕を動かすと。はい、OK です。はい、お疲れ様でした。今手どうですか？はい、先ほどあった指の動かしにくさとか痛みと比較してみてどうですか？で、これで比較してみて良くなったとか動かしやすくなったっていうのであれば、あなたはこのエクササイズで治る可能性が大、本当に大です。はい、もう痛み止めも湿布も必要ない。どちらも浮かしちゃってください。それよりもさっきのエクササイズの方が効果的だから。なんでさっきも言ったように、これはすぐに治る症状ではないです。だけれどもやっていったら必ず良くなるもんなんで、きっと治る。その希望は捨てないで毎日コツコツです。応援しております。はい、以上になります。もしよろしければチャンネル登録、いいね、コメントをくだされば庄司がめちゃくちゃに嬉しいです。これからもどんどんいいペースで配信していきたいと思います。庄司のセラピスト庄司でした。皆さんに感謝いたします。さよなら。Yeah.